すずり先輩、どうでしょう、始まってますかね。うん、うん、うん。こんばんは。うん、始まってるよ。こんばんは。ありがとう、ルリ。こんばんは、来ちゃうよ。すずり先輩、挨拶、ルリがやってもいいですか。お願いするわ。よし、じゃあ、やりますね。みんな、やろやろ。ルリたちは、明日の空女学院、スクールアイドルクラブです。はい。ハスノソラ女学院スクールアイドルクラブ1年の大沢デビヌだよ。みんな今日もやろやろ。よろしくよろしく。はい、2年の夕霧つづりだよ。よろしく。よろしくお願いします。よろしくお願いします。同じくハスノソラ女学院1年の室野さやかです。皆さん何卒よろしくお願いします。何卒。はい、ハスノソラ女学院2年の乙宗小杖と申します。本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ハスノソラ女学院1年の日野下加穂です。みんな今日もよろしくね。よろしくお願いします。みんな晩寝ぐー。晩寝ぐー。ありがとう。ハスノソラ女学院2年の藤島めぐみだよ。今日もよろしくね。よろしくお願いします。今回の配信は恒例のフェスライブの振り返り配信ということで、1月のライブを振り返っていくのですが、うん、その前にライブをご覧になっていただいた方々に改めてお礼を申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。そして今回の振り返り配信の進行役はルリノさんにお願いしているのよね。はい。今回の司会進行を受けたまわりました大沢ルリノでございます。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張って。どうもどうも、コメントもたくさん来てますな。お、ありがとう。あ、お疲れ様だって。ありがとう。ありがとうございます。頑張れって。そういえば立ち位置が違うんですよ今日。わかるかな。いつもとね、立ち位置が違うのには理由があってですね。ですよね、つづり先輩。ねえルリ。そのことについては後ほど改めて紹介するとして、ルリノさん、まずは今日の配信の進行をしてもらえるかしら。了解です。では早速進行いたしやす。まずは今日のホワイトボードはこんな感じです。紹介しようかい。こちらルリがフェスライブ1009と書きました。おー、カラフルで可愛いね。ありがとう。猫ちゃんもいっぱい。はい、書きました。みんなで猫ちゃんを書きました。あれ、私かわいい顔ちゃんの猫ちゃん。ありがとう。これはつすり先輩です。僕が書いた。かわいい。で、私が右上の猫さんを書きました。かわいい。私はこの子で、こちらです。たくさん3匹書いたんですか。3匹、3匹。メグちゃんは休憩です。気持ちで書きました。はい。ということで、今日の本題、フェスライブの振り返りを開始いたしたいと思います。今回もライブを見てくれたみんなからのいっぱいの感想のメールをもらったので、それを紹介しながらライブを振り返って参ろうかと思う次第でございやす。みんなありがとう、たくさん。ありがとうございました。感想のお便りって本当に参考になりますよね。地図って感じがするね。地図、自分がどこにいるのかわかる。それにそれに、いっぱい元気もらえるし、やっててよかったって思えるんだよね。わかります。もっとちょうだい。みんないっぱいちょうだいね。待ってお願いします。では、いただいたお便りを紹介したいと思います。まずはコウさんから。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ハスノソラ女学院スクールアイドルクラブの皆さん、こんばんは。
とフェスライブお疲れ様でした。1曲目に歌われたヤップヤップヤップに元気をもらいました。サビの歌詞きっと大丈夫、明日ハレルヤ行く、うハレルヤップヤップヤップを聞いて明日の空のみんなも頑張っているんだから負けられないなと前向きになれる元気をもらいました。これからも応援しておりますということです。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、この曲なんかすごく元気になれるし、歌詞もね、踊りも考えて、ヤップヤップが入ってるんですよね。そうそうね、ヤップヤップって書いてるんだよね。そう、ヤップって、みんな気づいた？気づいたかな。どう？そう、ヤップって書いてるんだよ。あ、Y の字やってたよ。ありがとうございます。あ、そうだ、みんな、ヤップヤップ、ヤップ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 、みんな言ってくれてる。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。あと、あと私、さやかちゃんが傘さしてくれるところ好き。そうですね、ここしとしとんとってとこ、そう、私も好きです。ありがとうね。そうなんですよ、みんな気づいたかな。でしょ、気づいた、気づいた。一緒に踊ってるので嬉しいですね。よかった、よかった、本当ありがとう。気づいてたと。改めてコウさん、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ次はズズリパイセンに読んでもらおうかな。わかった、僕読むよ。ありがとうございます。ジャックンからのお便りだよ。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。青とシャボンの二人で空に向かってシャボン玉を飛ばすところが好きです。ありがとうがこもったシャボン玉から期待されるたび大きくなって理想に近づくほど割れなくなるのかな、割れなくなるのかな、だって、なんて思いながらドルケストラからの感謝を受け取ったよ。嬉しいです。頑張れ、だって。ありがとうございます。じゃあもう一つ読むね。ニックネームドドドウォリアーから、ありがとう。ドドドウォリアーさん、ありがとうございます。明日の空スクールアイドルクラブの皆さん、フェスライブに招待してくれてありがとうございます。こちらこそです。ありがとうございます。私が今回のフェスライブで最も印象に残っているのはミラクラパークのミルクです。ありがとう。この曲の歌詞からはルリノちゃんとめぐみちゃんの絆や、お互いへの感謝を感じました、特にどこにいても君がいるからこの胸を張って最強って言えるという歌詞は、バラード調の曲の中にもいつものミラッパ感を感じることができて大好きです。だって、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。そうですね、まずは青とシャボン、シャボン、チョコさん、ありがとうございます。青とシャボンは、自分で言うのもなんなんですけど、すごく振りがお気に入りなんですよね。サビの中で、前回はこうシャボン玉を作るっていうのを皆さんに、フェスライブの時に紹介したんですけど、きらめくことって、こう、きらめきを書いてるんですよ。そう、かわいい、めちゃくちゃですよね。そんな風に二人でたくさんこう振りも考えたので、伝わっていてよかったです。気づいたかな。あと、ありがとうの気持ちが届いてたら嬉しいな。届いたよね。嬉しいです。ありがとうございます。振りが丁寧。きらめき、わかりやすかった。本当ですか？ありがとう。ありがとうございます。そういえば、ミラクラパークの二人はいつもと違った雰囲気ですごく良かったよね。はい、素敵でしたよ。そうですね。やっぱりめぐちゃんは天才だったな。いや、ルリは今回めちゃくちゃ頑張ったけどね。めぐちゃん頑張ってたね。
けどね。やっぱりは夢に出てくるぐらい頑張ったけどね。頑張ったことにしてあげる。頑張ってましたよね。頑張ってましたよ。ありがとうございます。ドドドウォリアーもありがとう。ありがとうございます。はい、じゃあ次は私読みます。うん、お願いね。お願いします。ありがとう。行ってきます。うん、ここに。行きますね。ニックネームトニーさんからいただきました。ありがとうね。ありがとうございます。スクールアイドルクラブの皆さん、こんばんは。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 ステージに掲げられていたスペシャルサンクスライブの横断幕、とても素敵でした。横断幕には他にもたくさんの応援ありがとうございましたというメッセージや皆さんが描かれたイラストがたくさん載っていて、この世で一枚しかない特別なものに仕上がっていたと思いました。横断幕作ってくれてありがとうございました。さて、ここで一つ質問があります。はい、何でしょう。それは誰がどの絵を描いたかです。教えていただけると嬉しいです。これからも応援していますとのことです。ありがとうございます。そうだった、みんなにスクショしてもらったんだよね。お写真を撮って、みんな誰がどの絵描いたか、聞きたい聞きたい、みんなコメントに書いて。何かあったかな。確かに気になると。あ、お写真は今ないんだ、ごめんね。みんな見てスクショしたでしょ。みなみ、ペンギンはつづたんってあったけど、正解。わー、はい、正解できました。ありがとうって言ってるペンギンさん書いたんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、シユさんがちゃうちゃうはるりちゃんって。あ、そう、正解だよ、大正解。あとは、あとは、龍は小杖先輩って書いてあった。龍、龍なんて書いたかしら。私は、蛇とライオンを書きました。ですよね、龍さん。そうだ、蛇は幸運の象徴と言われていて、皆さんに幸運が訪れますようにということで書かせていただきました。訪れますよ。ライオンさん、やっぱヘビだったか。あ、見つけた人がいる。あ、私はね、ちなみに、あ、そうそうそう、ウサギは私です。あ、でもウサギは、あの、メグちゃんもウサちゃんとネコちゃんも描いたんだ。きっとね、この看板のこの辺にある。そうですよ、メグちゃんだったと思う。私の子はこの辺。あ、ヘビね。うんうんうん、分かったかな。分かったかな。はい、うんうん、スケート靴を当ててる方もいますね。そうなんです。今回皆さんがこう動物さんをたくさん描いてたので、うん、私はあとは音符も描きました。素敵。はい、センスが光るはずなので。めぐにゃん、あ、スクショスクを見返したくなると書いてましたね。お写真を全然全然見返してます。ということで、トニーさんありがとうね。ありがとうございます。ありがとうございます。では次は私がいいですか。ございます。ありがとう。ありがとうございます。あっちあっちあっち。あ、最後のお便りになりますね。読ませていただきます。ちょっとこっちこっち、ちょっとこっちこっち。それでは、お名前、カッキーさんです。カッキーさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。蓮の空女学院スクールアイドルクラブの皆さん、1月度フェスライブお疲れ様、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。今月も素敵なライブを披露してくれてありがとう。カホちゃんが一人で作詞を担当したスペシャルサンクスを聞いた時、一つの物語を読んでいるような感覚になりました。おとぎ話や花咲こうねといったカホちゃんらしい歌詞もとても印象的だったよ。ノート一冊ダメにするまで頑張ったカホちゃんの努力がすごい伝わりました。よかった、カホちゃん、よく頑張ったね。これからもみんなの抱負が叶うように、そして満開の花を咲かせられるように、ずっと応援しているので頑張ってください。蓮の空最強。最強。さん、ありがとうございます。でもこのスペシャルサンクスは
本当にこうカホさんが思いを込めて作詞をしたので、何かこう皆さんに伝えたいことなどありますか？そうだな、でも伝えたいことは全部歌詞にしたんだよね。みんなへの感謝だったりとか、あとは私らしくちょっと本の感じにしたりだとか、あとはね、一緒に花咲こうねって歌の中で言えたのがすっごく嬉しかったな。本当に素敵でした。素敵な歌詞よね。 ありがとうございます。休み時間もあのいつもはこうお友達と話したりしてるんですけど、一人でこうあの机に向かってずっと書いてたので、本当にすごいなと思ってます。ありがとうね。でもみんなのおかげで頑張れたよ。でもそれが伝わってたみたいで嬉しい。本当にありがとうね。ありがとうございました。以上、カッキーさんからでした。ありがとうございました。カッキーさん、ありがとうございます。じゃあメールは終わったかな。以上です。はい、またいい。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 えらかったぞ。ありがとうございます。ごほんごほん。縁も滝縄ではありますが、今回の振り返り配信を終了しようと思いますが、みんなどうだった？どうだったの？どうでしょうか？早いと。そうですか。早い。でもあっという間でしたね。楽しかった。よかった。私もすっごく楽しかったよ。それから感想のメールを送っていただいた皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。全部見てるよ。こういうメールもらえるとめっちゃ嬉しいし、すごいやる気出ます。そうよ、みんな。ご紹介しきれなかったメールも全部目を通しておりますので、はい、引き続きたくさんのお便りお待ちしております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どんなメールでもいいから、どんどんどしどしジャンプ送ってね。一言でもいいよ。そうです、一言でも。ほうほう、楽しかった。ありがとうございます。ありがとうね。やっぱやっぱ。もっとお便り書こうかな。ぜひ待ってますよ。メントール名前覚えたからね。また送るね。うわ、待ってるね。待ってるよ。それから次回のフェスライブは2月29日20時から開催を予定しています。ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。加瀬先輩、そろそろ例の話していいですか？そうね、お願いするわ。はい。ではご報告させていただきます。どうして今日はこの並び順だったのか、その秘密が今解き明かされる。ドゥルルルルルルルドゥルル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 ルダン。実は今ユニットのメンバーをぐるぐるっと入れ替えてごちゃ混ぜユニット開催中なのです。なんですよ。はい、パチ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 。この並び順通り、ルリノさんとスズリ先輩、はい、私と小杖先輩、そしてカホさんとめぐみ先輩でユニット活動をすることになったんです。ルリとつづり先輩はすっごく相性良くて、スーパーウルトラナイスコンビネーションなのです。スーパーウルトラナイスコンビネーションなのです。すごいコンビネーションですね。でもカホメグユニットの方がめちゃくちゃスーパーラブラブキュートコンビだけどな。すごいコンビですね。はい、そうなるように頑張ります。こっちの方がスーパーウルトラナイスラブラブデンチャラスコンビですから。デンチャラスまで行ってしまいましたね。デンチャラスまで。落ち着いてね、2人とも落ち着いてね。補足で説明させていただきます。お願いします、お願いします。ルリノさんの提案で現在ユニットメンバーを入れ替えて活動しておりまして、はい、それを私たちの中ではシャッフルユニットと呼んでいるのですが、はい、普段とは違うメンバーと活動することで新しい気づきがあればと。そうなんです。このシャッフルユニットでいつもと違う経験をすることで、本来のユニットに戻った時にそれぞれが、はい、レベルアップをしている
そんな感じなんです、そうなるといいのだけれど、その点は成り行きを見守っていただくとして、今月はしばらくシャッフルユニットでの活動が続く予定です、はい、シャッフルユニットでウィズミーツ配信をする予定もあるんです。つづりとルリノさん、はい、私とさやかさん、はい、めぐみとかほ、はい、それぞれのユニットで配信を行う予定ですので、ぜひ見ていただければと思います。お願いします。ぜひ見て、楽しみですね。いや、すっげー配信しちゃいましょうね、すっげー配信しようね。こっちもすっごいラブラブの配信しちゃうもんね。はい、私たちも頑張りましょう。たくさん考えましょうね、企画を。ラブラブ、ラブラブだもん。ということで、今日の配信はこれで終了ですかね。そうね、告知するべきことは告知できたと思うわ。はい、では今日はこのあたりで、次回のフェスライブもよろよろでございます。それからそれから、この後ウィズミーツアフターもあるから、こっちもおねしゃーす。おねしゃー、お願いします。それじゃあみんな、今日は見てくれてありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。では司会進行のレリがポチやりますね。お願いします。ありがとう、ありがとうございます。